崩し方も良かったですけども、さらにこういうチャンスを確実に決める正確さがまた素晴らしいですよね。さあマンブルー、この早い段階で先制しました。これは自分たちのサッカーがしやすくなったでしょうね。先制できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯がいいですよね。立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。チャンスだ。ルーズになる。追加点、マンブルー立て続けに得点が決まります。